おはようございます。しょぼうです。今回は来年2021年に使う手帳を決めましたので、その手帳会議の結果と候補に挙げたノートのお話したいと思います。手帳会議2021年用ということで、まあ動画撮る前にいろいろ考えて来年の手帳が決まりましたのでお話ししていきたいと思います。項目的にはどんな候補があってどういうふうに迷ったのかっていうお話と、まあ最終的に何にしたのか、それからその決め手となったこと、そして2021年の流れということで、私がもうすでに予定しているというか予定されていることとの絡みで来年こんなふうに手帳を使っていくんじゃないかというお話をしていきたいと思います。現状からお話ししなくちゃいけないんですけども、シンプルなバレットジャーナルと、まあ、イラストとかたくさん書いてお楽しみにしているロールバーンダイアリーですね。この2つのうち今回決めたのはこちらのシンプルなバレットジャーナルの方の来年になった時に切り替える先のノートを選んだというお話です。これは8月から使い始めたので、まだまだノートとしては今現状このくらいなんですけども、半分ぐらいですかね残ってるんですけど、これはもう12月末でバレットジャーナルとして使うのは終わりにして、新年から新しいノートを使っていきます。新年新しいノートを用意して新しい年を頑張っていこうという思いから変えたいと思っています。さてこれからようやく本題なんですけれども、候補に挙げたのはこの4冊です。まず最初、B6 ですね。中身はクリーム色のグリッド手帳、B6 のちょっと細身のノートになります。続いてグリフィー、これ動画でご紹介はしてないんですけども、以前買ったもので、こちらも B6 の変形版ですね。ここに B6 変形と書いてあります。で、色は白のグリッドです。ちょっと紙が他のノートより厚めですね。だからマーカーなんか使った時に裏抜けしにくい紙になってます。もうバレットジャーナルで使ってくださいみたいなもう帯がついてます。次にもう定番ロイヒトトゥルムの、まあこれカタカナロイヒトトゥルムってやつですね。中身はクリーム色のドットホーガンです。ちょっと見にくいですかね。はい、それから最後がほぼこの表紙というかデザインで買ってしまったリングバツノート。もうこのね象の、まあ、表の象のマークからこの象の足跡のデザインまでもうとんでもなく可愛い感じです。中身はクリーム色のグリッドです。多分この中で一番濃い色をしてるんじゃないですかね。ちょっとまあカメラの都合でどれも同じ色に見えてしまうかもしれないんですが、一番濃いクリーム色です。作りはロイヒトトゥルムとかモレスキンに似てますかね。こうポケットがついていて、はい、この4冊で悩みました。理由はそれぞれありまして、まあどれも基本的にグリッドで、ロイヒトトゥルムだけドットなんですけども、まあそれでグリフィー以外はクリーム色、グリフィーは白の方がで、まあ大体揃えた感じになっていて、でまずこちらの細めの B6 ノートはもうこれはこのサイズがいいんじゃないかな。その自分が持ち運んでバッグから取り出したりとか取り回し的にこのサイズがいいんじゃないかと実は思ってまして、それでこれは一つの候補に上がりました。それから
ブリーフィーは少し変形で横長なんで、ちょっとこう持ち歩くときにかさばるかなと思ってはいるんですけど、サイズ的にはこの英語の横幅と同じ B6 なんですけど、これのいいところはやはり紙ですよね。紙がまあちょっと厚めで、マーカーで書いたときに裏抜けしない、きっと書きやすいだろうというところで、それとですね、紙が厚くてこれ結構使い切るのが早いんじゃないかと思っていて、でまあそのノート使い切るっていう楽しさはこれがいいんじゃないかと思って、これも候補になりました。それから次のロイヒトトゥルムなんですけど、これはですね、あの土定番を一回使って見てからバレットジャーナル向けのノートの話をした方がいいんじゃないかっていう、まあちょっとあのそのこのノートがどうとかっていうよりは、そういうなんていうんですかね、こうなんかそういう考えにねの一つとしてこれがまあ候補に上がりました。それで最後のこのディングバッツノートはもうこのデザインですよね。もうこれ持って歩きたいなっていう、このその思いだけですね。はい、ちょっとこれ開いて並べてみましょう。こんな、ちょっとねライトの加減とか、まあカメラがオートで調整しちゃう加減があるのでなかなか分かりにくいんですけども、でこっちの B6 の一番手前の B6 ノートと一番奥のディングバッツノートだと、多少ディングバッツの方が赤みがある感じのクリームで、濃い順で並べるとこんな感じですね。これはまあグリフィーはもう完全に白、ホワイトっていう感じで、クリーム色が3タイプ、こんな違いがあります。それでまあいろいろ考えまして、じゃあちょっと次の項目の答えなんですけども、実はこれもう決めたんですけど、こう話してるうちにまたちょっとこう今悩んだりとかもしているんですが、一応ですね今回は、通販で買ってデザインも気に入ってるので、このリングバツノートを来年1月から使いたいと思います。ちょっとゴムが今変な位置にあってみっともないんですけども、はい。で決めた理由なんですけども、まあちょっとロイヒトトゥルムに関してはノートがどうこうっていう前のこう変な考えっていうんですかね、動画配信してるからっていうのもちょっとありつつ、そういうので選んじゃったらロイヒトトゥルムに逆に申し訳ないかなと思いまして、これはこれを使おうっていうこう積極的なイメージが湧くまではちょっとこう控えていただこうかなと思いました。それからグリフィーなんですけど、やっぱりねちょっと横長なのが気になるんですよね。横長よりは縦長の方が使いやすいなと個人的には思ってまして、ちょっとねこの紙の厚みとか書きやすさにちょっとあの未練はあるんですけど、こちらもまあまずはひとまず今回は控えて おいていただいてですね。で最後この2つになってたんですけども、なぜディングバッツノートだったかっていうと、やっぱりまあ最初に申し上げました通りデザインに惚れてるっていうところ、多分 B6 ノートがサイズ的にもいいんだとは思っています。そういう意味では。ただですね、こうちょっとこうまあこれもうあのなんていうか余計な考え方なんですけども、まあ動画やってますので皆さんが一番多く使われている英語の方がいいんじゃないかなっていうことでですね、まあちょっとこれ持ってる人も少ないですしね、ちょっとこう自分だけっぽい感じ
で使えるんじゃないかなと思ってこちらを選びました。はい、とにかくこの象の足跡が可愛くて、前の動画でもねお話ししてますけども、これでいきたいと思います。はい、これで決定ということで、2021年はリングバッツノートで行くことにしました。来年のその流れっていうのはですね、ちょっとこれ2つ来年使うものを並べてお話ししますけれども、まずですね、これを1月1日から使い始めます。それでこれはもう来年のダイアリーですけど、今年から10月から使い始めているわけですよね。それでただですね、こうちょっとこう並びが乱れてるところまで使ってるんですけど、これ多分来年の前半で使い切っちゃうんですよ。そうしたらこちらはこちらでその後も一冊作りたいっていう感じにイメージしてます。それでまあ実は今勤めてる会社がですね、来年の4月の後半で事業縮小ということで、私は職を変えることになってます。もうちょっとその先もまあまあもう見通しが立っていて、特に無職になるってことでもないんですけども、そこでまたもしかしたら手帳の形式を変えなきゃいけない可能性があって、そこでまた違うノートが必要になるのかもしれないし、このね2つがどうこう役割を変えていくのかっていうのがまあ今楽しみな感じではあるんですけども、うん、なんかね半年ぐらい前からもうそういうことが決まってるっていうのがなかなか宙ぶらりんでこう難しいところではあるんですけども、はい、ということで2021年はシンプルなバレットジャーナルをリングバッツノートで、楽しいイラストがあったりシールだったりを貼る手帳がロルバーンダイアリー、この2冊の体制で行くことに決定いたしました。いつも通りちょっと長い動画になってしまいましたけれども、最後までお付き合いありがとうございました。以上、ショボーでした。ではまた。